眼科医の平松です。今日は白内障手術を受けるときにリラックスのために音楽って意外と大切だよってお話しようと思います。今日のはジャーナルオブ、カタラクト&リフラクティブサージェリーっていうね、白内障や屈折手術の論文雑誌で2024年688から692ページで紹介されている論文についてお話しようと思います。これは白内障手術を受けるときに、まあ、うちも有線の音楽とか流したりしてるんですよ。で契約してね。で、その音楽を聴いていただける方がリラックスできるんじゃないかなって目的で。で、実際どうなのっていうと、やっぱりその音楽があってちょっとリラックスできましたって患者さんもいれば、もう必死で、もうそんな聴いてる余裕もなかったって人もいます。ただ、まあこうやって研究論文で示されるように、平均的にはやっぱり音楽が流れているとちょっとリラックスできるようです。まあおそらくうちだけじゃなくて多くのクリニック、病院で、手術の時に音楽流してると思います。まあ、主治医の先生の趣味の音楽流してることもあれば、まあ、いわゆる環境音楽流してることもありますね。僕は、もう手術してると、あんま耳に音入ってこないんですよ。なので、なんか、環境音楽的な普通の音楽流してっていうふうに言ってますね。大学病院にいる時は、円野が流れてて。で、もう、大学病院にいる時は、もうそういうこと手術室に朝8時から夜12時までいたりするので、もう円や聞くときついなって感じになるので、今は円やあんま聞かないんですけど、まあそんな感じになってますと。こんな感じで、まあちょっとでも役立つ新しい論文とか、最新情報を日々アップしていきます。ぜひチャンネル登録、ベルマーク押していただければと思います。よろしくお願いします。